あのこの場に国枝さんがいないので寂しいんですよ。でも彼がもしいたらね、はい、きっとこういうこと言うだろうなって僕の口から国枝さんに代わって言っていいですかね。はい、お願いいたします。サンキュー。すごく素敵なあの映画にあの自分も参加できて、あの非常にあのすごいすごい良かったかなみたいなことすごい光栄なことをあの経験をしたみたいなことを思っております。はい、皆さんの温かい反応本当にありがたく思います。ありがとうございました。何が嬉しいかって、やっとピアノ表紙になることができました。僕の日本語は分かります？大丈夫ですか？あとやっぱり一番感動したのは、さっきあの一番後ろの方で見てたんですけども、横で田中直樹さんも一緒にいてて、また彼らが号泣してるそのいやもう何回見ても泣きますね。泣いてませんよ、その涙で僕もちょっとグッと来てしまいました。やっぱりコメディはあの笑い、お客さんの笑いがプラスされて初めて完成すると思います。これが例えば、戦争の悲劇を扱った悲しい映画だとするとですね、まあ大勢で見るとより悲しさが倍増するっていうもんじゃないんですよね。でもコメディはこうやって皆さんが、大勢で見るとそれだけ笑いが倍増してもっともっと楽しくなるということを今日皆さん、分かっていただけたと思います。ですからぜひお家に帰ったら、少なくとも5人の人に電話をかけて必ず見るようにと、伝えてください。よろしくお願いします。